ノブさん、うん、ちょっとご相談なんですけども。先輩への真面目な電話中、バレずにどれだけ大食いできるのか。喧嘩して食ってな。さらに専業モノマネ芸人はどれだけ本人のことを分かっているのか、抜き打ちクイズ。あれはですね。そして知識自慢の長渕モノマネには超難問を出題。鹿児島中央ステーション水曜日のナオキ